おはようございます、もぐらです。今日もねものすごいいい天気ですね。今日はこの酸素ボンベ、これの話をしようかなと思います。これ魚を袋に詰めてどこか遠くに送るときにこの酸素ガスを使います。よし、じゃあねまず値段をパーッと一気に見ていきます。まず酸素瓶、酸素容器ですね。これ1500リットル入るんですよ。酸素が圧縮して入ってます。これが2万5000円です。それからこれレギュレーターですね。酸素調整器、圧力調整器です。これ1万300円です。1万円か、結構高い。それから、ホースバンド、ここについてますね。ホースバンドここについてます。これ150円が2つ、300円です。それからこのガンですね、エアーダスターって書いてますけど、これが1720円です。それからこれホース、これが1メートル330円です。これは2メートルあるんで660円です。それから最後にこの容器の管理委託料っていうのがかかります。これが4800円です。それから酸素ですね、機体本体、それが1500リットルで2750円です。これらを全部足すと4万5230円です。であとは酸素は使えばその分、その都度補充した分だけお金かかるんですけど、他のものは全部初期費用です。そしたらじゃあ1個ずつちょっと見ていきます。まずこの本体ですね、容器本体、これ1500リットルの酸素が詰め込まれてるんですけど、これが結構大きいです。でちょっと比較対象でこれピラニアがたまたまいたんでちょっとこれを貼っときます。あ、回った。よし、こんな感じですね。結構でかい、わかりますかね、腰ぐらい、自分の腰ぐらいあります。それで重さも結構ありますね。ちょっともう測るのめんどくさいからやらないですけど、多分20キロぐらいあるのかなって思います。だから力士とかだったら軽々持てるかもしれないんですけど、力士じゃない人とかはちょっと小さいボンベ買った方がいいかもしれないですね。でまあ自分自身は相撲はやったことないんですけど、体は結構大きいからまあ一応持てるんですよ。だから女性の方とか、まあ子供は使うことないですね。子供はないかもしれないですけど、年配の方とかはちょっとこの半分ぐらいとかね、消火器ぐらいのサイズがいいかなって思います。次ですね、次はこれ調整器です。圧力調整器、これそのままですね、圧力を調整するやつです。ここの六角のところをここにつけるんですよ。こういう風にしてね、こうつけて、でここがまあ元栓みたいな感じですね。そんでまあここに蛇口みたいなついてて、ここが書いてますね、ハイロー、これで調整するんですよ。チオダジャパンって書いてますね、これ多分このメーカーだと思うんですけど、例えばでっかい袋に魚詰めて、化け物みたいな魚とか送るとき、60センチとか70センチのやつとか送るときにシューってゆっくり出てると酸素パンパンになるの遅くて作業効率が下がると思うんですよ。そういうときはここ開けてもうバーって出るようにします。逆に、まあ、メダカのときとかは大抵1リットルぐらい入れるだけだと思うんですよ。なんかそういうときは弱めにしといてゆっくりゆっくり出るようにします。あんまり勢い強いとバシャーってこう水が混ざって、まあ、魚がかわいそうだったりとか、あと必要以上に酸素を出してしまって結局ちょっと抜いてから縛るっていうことになると思うんで、それで調整します。酸素も買うのにお金かかるから、できるだけ無駄にならないように必要な分だけ詰めて送りたいんで、ここ自分のあれに合うように調整します。こっちはね微調整聞きにくいんですよ。微調整聞きにくいから、こっちはもう開けるか閉めるかだけのなんか線だと思ってこっちで調整します。もう自分の一番やりやすい圧力に調整してずっと置いとくといいと思います。それからこの調整器はなんか種類があって、関西式と関東式っていうのがあるみたいです。ここのネジのところが、でまあ普通お店の人が見てくれると思うんですけど、僕が買った時はお店の人が全然見てなくて、
あの違うのが届いたんですよ。でなんか友達とどうやってつけるんやろって言いながら こっちかなとか ここかなとか言って苦戦したんですけど、まあ心配な人は聞いてみてください。次ですね、これガン、これはこれをあの先っぽ袋にブスってあの突っ込んで酸素をシューって入れるときに使うやつです。あの出荷の様子の動画も何個か上げてるんで、まあ、もしよかったら見てください。あのこっちのネジ、ネジっていうかなんていうのかな、線で開け閉めするんですよ。で作業の時の出したり止めたりするのはここのイボで、ここに変なイボがあるんでここを押してやります。でこのなんか鉄砲の先っぽみたいなところ結構折れやすいんですよ。だから一応この一式は酸素以外は、酸素だけ消耗品で酸素以外は初期費用っていう風にさっき言ったんですけど、これ折れちゃったらまた買わないといけないんで、まあ丁寧に扱ってください。まあ他のも全部そうですけどね、特に丁寧に扱ってください。それからまあホースとか説明いらないですね。あの自分の使いやすい長さにしてください。このボンベ自体が持ち運びできるような小さいやつにすればそんな長くする必要はないと思います。これで2メートルですね。それからホースバンド、ここをこうですね、あのホースを止めるやつ、これがないと圧力に負けてスポンって抜けちゃうんで、これはまああった方がいいと思います。あのホースバンドの動画前撮ったんで、あの酸素じゃなくて水ですけどね、水運ぶ時の動画なんですけど、暇な人は見てください。全然面白くないですそっちの動画は。そしたらじゃあ今度はランニングコスト見ていきます。で酸素自体が、さっきも言ったんですけど1500リットルで2750円なんで、1リットルあたり 1.83 円ですね。リッター 1.8 円、でもガソリンと比べ物にならないですね。めちゃくちゃ安いです。で、まあ、何回ぐらい使えるかなんですけど、まあ、袋とか出荷の頻度にもよるんですけど、あの他の動画で説明してる袋が R の18っていう品番なんですけど、それだとだいたい1リットルぐらいしか入らないんですよ。もうメダカがちっちゃいからそんなに使わないです。まあちっちゃい袋なんであんまり入らないですけど、まあ、仮に 1.5 リットル入ると仮定して、まあ、多めに見積もって 1.5 リットルですけど、それで、トータル1500リットルこのボンベの中入ってるんで、1000回分ですね。もうずっと使えます。だからまああのもうすでに販売やってる人たちっていうのはもっと大きいボンベとか使ってると思うんですけど、多分この動画見てる人たちっていうのはこれからちょっとやってみようかなっていう人が、まあ、多分ですけどね多いと思うんで、そういう人たちはもうちょっとちっちゃいのの方が使い勝手いいかもしれないですね。これちょっと重たいんで。それからまあ酸素自体に使用期限があるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、なんかそのなんだろう、酸素が腐るとかっていうのはあんま聞いたことないんでわからないんですけど、このボンベ自体はなんか点検の年数とかもしかしたらあるかもしれないんで、その辺はちょっとあのお店へ買ったところにしっかり聞いてみてください。ということで酸素瓶と、その周りの備品の値段についてまとめてみたんですけど、購入検討している方は参考にしてみてください。よし、じゃあ今日は、これで終わります。ありがとうございます。